はい、今日はね、初めて登場しますね。お姉ちゃんと一緒に一日デートしていきたいと思います。お願いします。アイリです。こんにちは。初めてすぎてちょっと受ける。確かに。どうする？まあ普段の本当何気ない私たちを撮っていこうかなと思うんだけど。そうですね。なんか別に。何も起こらなそうだね。何も起こらずに一日終わっちゃいそうで怖いな。終わっちゃいそう。でもめちゃめちゃ久しぶりだから、まあ楽しんでいきましょう。行きましょう。はい、今からご飯食べに行きます。行きます。はい、行ってきます。トウモロコシ大好きだ。あ、美味しい。もうそうですね、だから苦くない上に、うん、あの成分的にもよりやっぱりその発酵することで高まってるから栄養価も高まってる。うわー、すごい。今ブレンドされてるんだ。ブレンドされてて、うん、韓国で漢方医さんがヨモギを中心にいろんな生薬を組み合わせてくれて、うん、いろいろと子宮を作った自立研究にいいから生理痛とか、あと生理がちょっとこう周期があんまり良くなるとか、うんうんうん、あとなんかちょっと子宮系のなんか悪いみたいな方とか結構これおすすめ、うん、で自律神経とかだとなんか疲れやすい人とか、ダイエットとかも全然香りが違って面白い。なんかサムゲタンみたいな香り。ほんとだ。なんか根っこっぽい匂いがするというか、根っこっぽい匂いするよね。なんだろう、代謝が上がるような何かが。結構これは代謝が上がるかな、汗も結構出るし。こっちの方は全部国産原料と国産のヨモギ、国産の野草をブレンドしていて、ちょっと作り方が全然違います。香りもこういう風に一歩一歩送られてくるから、もうこの配合がちょっとでもずれたらダメっていう、すごいすごいこだわりの方々が作って、で香りがうん、確かに。ちょっとお餅みたいな、うん、草餅。これもヨモギ？これもヨモギ中心にいろんな草を、そうブレンドしてます。で、この貝ってブレンドで、ヒエキとか、レベルでも悩みの方とかは、結構実際に何回もやっていただくと、割と症状が改善されてたりとか、あとこの美肌ブレンド、美のブレンド、これは、まあ、毛穴とかがキュッと引き締まってる感じ、引き締まるような感じだったりとか、あ、じゃあ、そう、せっかくだから、じゃあ、ビで行ってみよう。ビで行きます。はい。ちょっとここに手が出るんです、はい、なので手をパッと出して、うん、首もここから取っていくんですけど、こちらをビの草でございます。ビの草、香りを一度かけますか。あ、でもやっぱしっかりしてるかも、香りが。ロゴで蒸されるんですね。ロゴをここに入れまして、実の皮膚吸収って42倍って言われてるよね。だから本当いいものも悪いものも全部吸収してるので、あのこの草とお水もめっちゃ多くて、いわゆる不純物をできるだけ大切な水にしてるから安心して飲むと。なるほど。漢方を飲むかこっちから入れるかみたいなイメージで取っていただくと、薬効の成分を効率よく体に取り込めるから、座ってるだけで温まりもあるから、なんか物理的な温浴効果と薬効のダイレクトな効果で、めちゃくちゃなんかね、いいと思う。もうあったかい。そう、これ、あ、そうそう、もうこれでテントみたいな状態に、ハーブテントの状態になっていて、これで蒸されていきます。おー、あ、すごい、もうすでに結構ホクホクしてる。炭酸足入れる。あー、すごい。血行促進効果と、あと消臭効果もあるよね。だから足の匂いとか気になってたら、結構この炭酸足湯が
よくって、あと角質も和らげてくれるの で、 いいですか。普通の入り方が今の入り方 で、うん、であと背中蒸しって言って、結構この背中に蒸気を当てると、なんだろう、あの肩こりとか腰痛とかでいいです、うん、あと顔をパクッと入れちゃうのも美肌効果がすごく高いの で、 で今日特に美の草を選んでもらったから、うんうん、もうで吸い込んで、そうそう、粘膜とかにから結構吸収できるから、すごい、体育座りとかしても全然気持ちいいので、うんうん、この中で好きなやり方をしてみてください。でたっぷり飲んでね、あ、顔もね、めっちゃいい感じ、こうやって、すごい、どうだった？え、すごいよ、すごいよ、もしもしだよ、初めてあんなに汗かいたの。でも自分の方も、あ、すごい、あ、そう、タラーでしょ、え、すごかった。すごいね、最後シャワーとか浴びない、多分ないだろうなって思ったけど、なんかサラサラじゃない、サラサラ、ベタベタじゃないもんね、全然。フジカのクッションファンデめっちゃ良くない？うん、いいよね。今、あの、汗でもうファンデが毛穴の中に全部入っちゃって、あ、確かに忘れちゃってて最悪だったの、うん、これでもう毛穴レスみたいになってる。これ知ってる？艶が出るのとマットなんだよ、この2種類違うんだよ、場所によって。知ってます？うん、みんな知ってるよ多分。あ、知ってる。私分かんない分かんない、お初の人もいるかもしれないから、こうやってこうやって見せて、こうやってこうやって合ってるね。私ももうなんかずっと入ってたよ。あれ気持ちよくない？でも気持ちよかった。本当に店員さん来た瞬間にバーンってごまんごまんカメみたいな感じだったよ。ちょっと恥ずい、恥ずかしい。すごい、でもやっぱすっぴんいいかも。でもさ、一日の終わりに最後に落としてさ、うん、ここで蒸されて帰るのよくない？うん、うん、ね、この衝動の色可愛くない？え、ビーアイドルで使うことない？ない。めっちゃいい。そうなの？本当にいい。え、本命のブラウン待ってる。え、待ってんの？このお家で使わせて。これ新色だって。発売前のものもお試しできるって。あ、すごい、秋からね。ん？なんか待ってる。一緒の鏡借りたいなって。あ、もしかして愛に持ってきてる？違う違う違う、後ろ、藤子書いてある。あとね、これ水なのにピタッと密着して、あの涙袋いい感じに光を集めてくれるからね。あ、やりやすい。絶対思った今ベチョってなった絶対。あ、ツヤめきでいい感じじゃない？あ、水っぽく。ほんとだ、ツヤツヤしてるかも。これめちゃくちゃよくない？いつもやってんの？あれ、私小学校の時にアイリがプチセブン見てて懐かしい。あのモデルの子のここの目の下のこのぷっくりした涙袋が本当に悩ましいって小学生で言ってた。え、トレンドな小学生。いや、すごい。え、って何が何だか分かんないって私自分で言った覚えまであって、うん、何が良くてそこにそんな膨らみが欲しいのか分かんないって言ったんだけど、アイリはあの時から涙袋ギャルやな、うん、ギャルなのかな、なんだろうね、っていう気持ちなのかな。すごい、そういう気持ちがあったんだ。でベトベトになったここにつけるのよ、サラサラになるから。めっちゃサラサラになった。ほら、すごくない？うん、とてかも。本当だ。すごい天才じゃないこれ。ミントガイリーにしか合ってない。すみません。展示会で頼んでもらった確実かなっていう。これもめっちゃ人気です。
ね、わかる。今度着てる子可愛いよね、おしゃれ。タートルなんです。これが秋。そうなんです。え、かわいい。くっついてるよ。そう、すごくない？あ、くっついてるんです。すごい。そうなんです。そしてこんな感じで。あ、高い。着れて、ね、こう、ね、こう着れます。え、かわいい。この色良いね。良い。こんな感じで。え、おしゃれ。こうも作れるし。あ、本当だ。なんかこんな感じもできるし。え、すごい。今の季節めちゃくちゃ。ね、でも最高、絶対買います。これ買います。ぜひ。めちゃくちゃ柔らかいので。かわいい。ナイス、おすすめ。あ、だからまだ暑いけど秋っぽさが出るのでさ、こういうの。で、あそこにこう巻いたらいいんだと思って。そうね。寒い、なんかさ、映画館とか行くと寒いじゃん。そういう時ブルブルブルながら見てるこれ。あとこの色もめっちゃ良くない？かっこいい。ちょっと今っぽいよね。ほら今さ、あんもんめっちゃ流行ってるらしいよね。流行ってた、なんかギャルじゃん。ギャルじゃん。やばい。わかんない。女神様？何それ？女神様って逆に何？あ、かわいい。白は、ね、ね、あ、白はこれミディアムなんですか。白なんか長くないですか。サンプルやから形が違います。形違うんや。え、違うね。こっちが、こっちがショートで、こっちが普通のサイズ。そうなんだ。かわいい。できて楽しい一日でした。また一緒にお出かけしましょう。ぜひぜひ。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。